北畠春具は、戦国時代の大名、久下。伊勢国国士北畠家の、第七代当主。小に具教、木造具生、と持ちから。文紀三年、第六代当主、北畠在親の着男として生まれる。永正七年、女爵、自重となる。この頃は、親平を名乗っていた。永正八年、父から家督を譲られて相続し、伊勢国士家。 第七代当主となる。英章十三年、十五以上となる。この頃に愚国に改名した。英章十五年、左この絵中将となる。また、同年に、第十二代将軍、足利義春から、晴れの字を配慮して晴れ具と名乗った。大英五年、聖五位下となり、同八年には、十四位下、三儀となった。協六二年、高国、足利義春が、 三好本長、柳本賢治に敗北し、大見急墨国へ逃亡した。高国は、娘婿の晴れに援軍を要請するため伊勢へ、下校した。その後、京六四年に晴れの支援を受けた高国は、再起を図り摂津まで進行し、細川晴元や三好本長と摂津天皇寺で、戦うも敗北し、大物の裏で討ち死にした。天文年間、晴れは、 島の賭場城を攻撃し、支配下に収める。そして、小浜氏ら国人を掌握して、島国を、ほぼ制圧した。その後、大和にも進出して、吉野軍と宇田軍を制圧し、支配下に収めている。しかしこの大和侵攻により、大和諸国人との対立が発生し、津津井落地市、地の市、久世市らと合戦に及んでいる。紀へも進出し、 熊野地方から大和瀬、新宮方面までを領有化、戸塚川まで支配領域を広げた。晴れ具は伊勢国内でも北伊勢のオスタル長野市と対立して争った。天文十二年には長野藤沢が北家の領する南伊勢に侵攻すると晴れ具は垂水山に出陣、合戦となった。北畠軍は家城の清豊田五郎左衛門、垂家坊を 長野軍は、細野氏、分けべ氏をそれぞれ主力にし、激しい戦闘の末、決着はつかずに双方退却することとなった。天文16年から天文18年にかけて、晴れ軍は、長野氏に反撃を仕掛け、早の戦いで、長野方の分けべ与蔵右衛門を打ち取るなど、一市軍内で攻防を続けたが、長野氏を下すことはできなかった。長野氏が降伏するのは次の武境の代である。 また、伊勢山田三方の新人層の対立にも介入し、天文三年一月に山田三方が自身の命令に従わないことを理由に出兵。宇治、山田の両門前長の軍勢を宮川の戦いで打ち、両門前長を支配下に収めている。天文五年、出家して、天遊と合した。天文二十二年、隠居して、家督を着難の愚境に譲った。永禄六年、 滝御所で死去、去年61。ハレグは、文武両道の名称で、キューバの達人で、和歌、レンガ、茶道をよくし、農書家でもあった。特に和歌は、大英元年には、細川高国らと共に歌合わせを本拠地の滝御所で、実施し、大英二年には、レンガ市の総長を、滝御所に招き、投入させて、レンガの工業も行っている。また、高国が、 滝御所に作った庭園は、現在北畠市赤田跡庭園と呼ばれ、国指定の名称となっている。諸家伝による。晴れ具の次男、具瀬の子には二男一女がいたが、娘の系統のみが残って、現在の皇室へとつながっている。北畠春、愚木造具瀬娘、織田信義娘、稲葉智則、稲葉久志通りから、娘、果十実姉ねいつご、天皇。 公明天皇、明治天皇、大正天皇、昭和天皇、上皇脇人、ありがとうございます。